こうした中、ベルギー一部アンデルレヒトへのレンタル移籍が決まり、今日の会見で夏だけではなく冬にもオファーをくれたからと移籍の理由を明かしました。ジミロでプレーする期間はあっという間でしたけど、まあ、こんなにたくさんの人に応援してもらえるっていう幸せを実感できたので、頑張ってる姿をたくさん届けたいと思って、まあ、応援してくれたら嬉しいなと思います。レンタル期間は来年1月1日から1年。背番号は現在と同じ42に決定し、当面はセカンドチームに所属する見通しです。